田駅に着きました。もうね11時間電車乗ってやってきました。ではねホテルにチェックインをして中央改札上行くべきか、上行こう。 JR 博多市って、いやー帰ってくれちゃよかったですね。ステンレス、ね、岡山とは違うな。ほら駅の作りが違うもの、ね、JR 博多シティ。博多駅です。新幹線では1回だけ来たかな、博多へは。あ、こっちは新幹線ですね。で、改札はそこだ。わあ、タイルが陶器スタイル、すごい綺麗で、SL 待合場所みたいなのですね。トイレないのかな。駅の改札を出ました。駐車場、どっち行ったらいいか。出ますか、なんつうし。鉄道も、博多。どっち行ったらいいんだろう。阪急。駅ビルなんて、そう、阪急の駅ビルがあるんだな。こういう、スタジオテラスなんてあるんですね。で、屋上庭園。R 階行ってみよう。8階止まりだね。8階から3つ上がらないとね。かっこいい。まあ1階にあるんだよね。これが来るよって出たよ。うん。ニューバランスなんです。おしゃれ。普通のね、デパートって感じですけど。もう、こんな風になってます。くまモンみたいな。すげえ。ちょっと乗れないな、とどめないで。すごい駄菓子屋さん。さて、景色がいいんだろうか。景色のいい場所はない。あ、神社がある。行ってみようかな。神社がある。あ、こんにちは。デパートの屋上にありがちですよね。横浜にもあったかな。ね、神社が。この間も大阪の阪急デパートだな。これはつくばい、つくばいだ。手洗わない。まあいいや。あ、これはね、こう回るってことね。あ、頑張ってください。こうね。あ、神社です。管理職よろしくお願いします。じゃあ入ろう。あ、ここはこれはなんかヘルマンゲッペルズみたいな人、はい、ヘルマンゲーリングですね。これはこれ古い地図で昔からここはあれだったんですね。栄えてたんですね。カフェがあってね、屋上っていうのがよくわからない。せっかく来たのに。こっちは、博多駅のね、駅前、駅ビルっていうんですかね、駅の上に立っている。
ね。子供が独占して遊べるゾーンですね。あ、上に行けるぞ。あそこだ、行ってみよう。くまモン。あ、200円なのね。乗ってみたいけど、ちょっとね、屋上テラスはこっちって感じか、はい、はい、ちょっと狭いね、これ。あ、これで、この壁の向こうが見えるのかな。あ、これ一方通行ね。ちょっと風がありそう。よいしょ。これが博多を見下ろせる場所なのかな。あー、すごい。向こうは空港だね。はい、これ博多の街だ。キャナルシティとかね、中洲だそうね。あ、飛行機降りてる。見えるかな。あ、向こうは空港だ。そこのウッドデッキでちょっと一段上がれるのね。こっちが、じゃああれだ。よいしょ。博多の街だね。すごい、これが海の方ね、博多。あっちが中洲かな。すごい、一望。ぐるっとね、回ってみよう。よいしょ。じゃあ、こうやって見ると、ここが一番高いんだね。ここより高いところはない。なんかビールケースだよ。あ、機関車あんなところ。これはいいね。これは京浜急行だと上岡のデパートの奥に今度あったな。さあ帰ろうってか、岡山に帰るんじゃなくてホテルチェックインして明日朝また早く帰ります。なんかね、ダーッと書いてあるし、あゆや。わ、これね、木下だらけだ、これ、たまたま。木下って多いんだね。はい、あ、はい。あ、じゃあ自分の名前分かっちゃった。わぁ、これ、建設従事者。あ、これ建設労働者ね。あ、なるほど。ドアが開きます。
超怖いエレベーターでしょ。では外へ出てホテルに入ろう。福岡駅ね、ちょっとまずね、この福岡駅を外から撮れる。多分向こうがね中洲なんだよね。あ、なんかやってんだよ。そう、博多駅。お、なんかお祭りやってる。 JR 博多駅。これザ・ピーナッツじゃねえかよ。古っ、昭和40年代とかね。博多、あの時計が博多のマーク。